ど文明。なじみの床入り、カムロの夢は不合の遊びに蝕まれ、街は踊り出して、何がお好み叶えてあげる、沖の住むまで桜舞う鉢の中、今宵漏らすね色、まことが嘘がされど運命、強く強く思えど今宵主に抱かれ、溢れるは正か愛か露か、美しい花の命は短く華やかな、衣もまとえどここでしか生きれない、街は踊り出して、何がお好み叶えてあげる、沖の住むまで咲く街の中、今宵漏らすね色、ひらひらと散るはしかと指針と、淡く儚い思い幻想として、絹ずれの音よ、ここは花街、セルに火をつけて、紅を刺す鉢の中、休まずゆらゆらと泳ぎつつ、ありがとうございます。はい、さくら先生の、はい、ね、うん、言ってもらいましょうか。はい、え、曲名、曲名、はい、あ、
曲名はですね、花街という曲でした。はい、はい、オープニングでした ね、はい、間違えたんですか。間違えた、ね。まあ、とりあえず今、タイトルコールしますのでね。しし、はい、はい、佐々木のぶつらの海猫音楽院。やっ、ちょっと今日はまさかの桜先生の弾き語り、はい、初の、僕も初めて見ましたよ。一、はい、回やったよね。嘘、それは嘘ですよ。それは嘘ですよ、やってるよね。やってたっけ、うん、やってるやってる。ただね、あの、いなかった時でしょ。いなかった時そうだよ、あのさ、クリスマスのさ、あ、そっか、そうだっけ、いなかった時、クリスマスか、いなかった。これ、これそんな責めないでください、僕。そうだ、じゃあ、進めますよ。2019年5月27日、はい、月曜日、皆さん、こんばんは。こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。北千住より、こちら、はい、お送りしております海猫音楽院でございます。当学院の学院長の青森県は八戸出身の佐々木信綱でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、そして、はい、海猫音楽院保健室の先生を担当しております、現役看護師でシンガーソングライターの炎上寺さくらです。あれ、私2回言った名前、言ってない、言ってない。どうかしてるね。はい、どうかしてるね。埼玉県は、はい、うん、それは言ってない。埼玉県は入間市出身です。はい、よろしくお願いします。はい、どうも。さて、はい、海猫音楽院英語の先生を務めております。はい、英語翻訳家、お酒も大好き、音楽も大好き、キニーです。うん、よろしくお願いします。はい、よろしく。なんか2人とも今日はふわふわしてる感じがしますけど。そりゃそうですよね。この落ち着かない感じは、そわそわ感は、今日ちょっといろいろ、いろいろですね、盛りだくさんですからね。はい、今日はね、うん、さあ、でも最初何でしたっけ、なんていう曲、花町という曲ですね。あの、そうですね、江戸時代になんちゃらかんちゃら、最初の出だしの何でしたっけ、歌詞が最初、桜舞八戸の、八戸の、八戸の、桜舞八戸の、八戸の、桜舞八戸って言ってなかったっけ、八戸の、言ってない。桜舞う？八の中。八の中か。八聞くともう八の辺って出ちゃう。八の辺。思っちゃうんですよ、やっぱり。郷土愛から。郷土愛がね。うん、桜舞う八の。八の中。八の中。八の中です。八ってのは飛ぶ八？金魚鉢ですね。あ、金、八の中。八の中。あ、なるほどなるほど。そうですね。うん、あの、ブンブンブンじゃないんだね。あ、じゃない方です。ブンブンっていう。桜だからほら、蜂がいっぱい飛んでるのかなって。いや、なんかそういう夏の曲じゃないんで。蜂ね。蜂ですね。うん、そう、金魚鉢。そうですね。なるほどなるほど。はい、遊女たちがこう、金魚、蜂、うん、吉原とか蜂と例えたように。うんうん、の中にね、そういうふうな意味合いがあるんですね。なるほど。意味合いがあります。はい。なんかそわそわしますね、キニー先生も。なんかあるんでしょうか。言葉数が少なくなった。目がこう全然話聞いてない。全然話聞いてない。聞いてないでしょ。聞いてる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 。私この曲結構好きで、8でも8でもどっちでもいいやと思ってるんじゃないの。 ありがとう。アルバムにも入ってるよね。うん、そうそうそう、アルバムにも入ってます。うん、詳しいですね。ありがとうございます。はいはいはい、ね、さて、はい、季節のトークとしましては、うん、はい、なんかありますか。ええー、ちょっと新しいパターンでしょ。ええー、なんかありますか。5月ってなんかある、うん、5月病。あとはほら、最近のニュース、朝の山。正解。すごい。あ、正解っていうか、そう、それね。朝の山が、朝の山が優勝した。そうです。すごい、はい、すごくない。すごいニュースになってるから、それをすごいっていう、私でもリアルタイムで見てた。すごいっていう、キニー先生がすごい。むしろ見てたましたよ、私。見てたでしょ。見てました。トランプ大統領が来てね。え、そうなんですか。そうなんですかって。ちょっと、あ、もうトランプさんは来てたね、冒頭から。そうそう、それわかんないけど、なんか家にってついてたんですよ。違う違う、トランプ大統領が来日していらっしゃいますよね。うんうん、はい、そうです、ね、そして相撲、ゴルフを安倍総理とやった後に、はい、相撲観戦しに行って、うん、朝乃山が優勝したんで、はい、トロフィーと賞状をあげたじゃないですか。リアルタイムで、見てない。いやいや、そこまで見てください。何見てるの。私その後のなんか会食の方を見てた。会食とか全然トークならないで、そんな。あれ、おかしいな。うん、いやいやいや、なんか、ね、そうなんだ。そうなんですよ。
え、その話しようとしてました？その話しようとしてたんですけど、全然膨らみそうないので。いや、でもすごいドンピシャだと思った。すごいですよ。だから令和正解だと思った。でしょ？令和最初の、そうだそうだ。ね、優勝者ですよ。優勝者ですよ。それがほら、まさか白鵬がさ、うん、休場して休みで、うん、知ってる白鵬って？それは知ってます。知ってますよ。知ってるよね、うん、はい、強い力士がいるんですよ、です、ね、横綱が、はい、それが休場してお休みして、うん、はい、でもう一人横綱がいてね、鶴竜っていうのがいるんですけど、はい、これがいや本来なら優勝するじゃないですか、横綱だから強いから、うんうん、まあ、誰もが優勝するんじゃないかと思ってたわけですよ、うん、それが優勝しないで、うん、平幕の前頭8枚目、前頭ってわかりますか？平幕もわからない私。前頭8枚目朝乃山、何それ？わかんない、はい、一番強い位は横綱、横綱、大関、大関、中関、中関、小関、帰ろうかな俺あの私今日はえ、わかんない、違うの横綱、大関、うん、もう全然こちらに聞いても、小結び、あ、おー、飛ばしてない、一個飛ばした、横綱、大関、関脇、ああ、って知ってた？知ってた、知ってた、知ってた、関脇、小結び、はい、そして小吉みたいな、小吉みたいな大吉、小吉、おみくじじゃないなわかんないもん、横綱、大関、関脇、小結び、幕下、幕下、一気に下がったねあの幕下ね、幕下、序の口、序二段とか言っちゃうよ、それじゃ違う違う、わかんない、わかんないね、あの朝の山前頭8枚目です、前、あ、その前下が前頭8枚目、なんか合ってるような合ってないような発言ですけど横綱、うん、大関、うん、関脇、うん、小結び、うん、前頭1枚目、2枚目、3枚目、4枚目、5枚目、6枚目、そうなんだ、そうなんだ、なんか鳩が豆鉄砲食らったような顔しないでくださいよ知らなかった、なんか前頭8回連続取ってんのかなって、うん、だから8枚目、違うでしょ8回取ったから前頭8回取ってるから8枚目取ったのかな、また前頭どっから私は説明すればいいのかなそうそうそう、迷路に迷っちゃったよ今、みんな知ってんのかな、うん、知ってます、知ってんの1枚目、うん、2枚、1枚目がいいんだよ、ちなみに1番ね、あ、そうなんだ、うん、1枚目、2枚目、あ、じゃあすごいんだ、じゃあすごいね、いきなりそんなとこからやっと分かった、 何がすごいに、だからその8枚目が、8枚目が、8枚目、前頭、あ、あの朝の山が、うんうん、大関、勝ったことが、勝ったこと、ちょっと待って、8枚目が大関に勝ったことがすごい、そんなことより優勝したことがすごいと思います、あ、そうだけど、うん、そうだけど、その先に優勝があるじゃないですか、うん、そうそう、だから勝った先にね、はい、そういうこと、だからその8枚目っていうのは普通はそんなに優勝できるような、うん、あれじゃないんです、1ではない、ね、横綱大関は優勝して当たり前、だから横綱は勝って当たり前、うん、負けちゃいけない、まあ、横綱っていうのはね、まあ、勝たなきゃいけない、うんうん、で優勝するべきなんですけど、できなかった、うんうん、前頭8枚目の朝乃山が優勝したってことはそのぐらいすごいことだということで、うんうん、号外も配られました、初優勝、もちろん初優勝、前頭8枚目の朝乃山25歳ですよ、うん、あら若いね、うん、あ、うん、なんか全然気持ちどこにあるんですか桜先生の気持ちはどこに、戻ってきてください、ちゃんと顔見ましたよ、あ、誰の、あの何、私の顔、うん、朝乃山の顔見たんですか、見ました、見ました、あ、そうですか、はい、うん、それでそのね、まあ、初優勝を決めました、はい、入門から3年目です、3年目頂点を極めたんです、すごい、ね、普通3年目でじゃあコンサートでも武道館立つって難しいでしょう、うん、すごい、ね、3年目で所要20場所20回、うんうん、その場所を経験して優勝、うん、富山県出身です、お、富山県ではこういうような快挙は103年ぶり、へ、の地元で号外が配られたと、はい、いうことですね、それで、14日目に優勝が決まったんですけど、うん、ちょっと不安になってきました、相撲って 何場所あると思う、何日間やると思います、それは分かんない、ちょっとその辺から不安になってきたんですけど、私はしかもなんか14日目に優勝が決まるってどういうことなんですか、うん、1ヶ月やる、
1ヶ月相撲をやって早めに決まっちゃった。ラッキーめっちゃ強かった。多分新聞とか読んでも意味わかんないでしょ。白星黒星ぐらいしかわかんないかな、うん、いやまあ勝てば白星でね負ける、うん、14日目で優勝決まりましたけど、うん、相撲っていうのは15日間戦うんです、はい、ね、うん、15日っていうことは何回勝てば上に上がれる？15回勝てば、まあ、優勝しちゃうね。その前にあの勝ち越しっていうのがあって、うん、そこを境目で下がるか上がるか、ん、え、何シードみたいな感じ、シード、うん、いや俺の私の方は意味が分かんない。それあのトーナメント戦じゃないってこと？すいません、相撲ってトーナメント戦でしたっけ。なんか場所終わった時にトーナメント戦はするあのたまにあるんですけど、え、相撲ってのはリーグ戦、まあ、リーグ戦、まあ、リーグ戦っちゃリーグ戦のような気言い方が違うんですね。15日間戦うんです。みんなと戦うってこと、ね、みんなっていうか、そうですね、みんなと戦う、うん、でもほら全員に当たるわけじゃない、あ、でもさ、総当たり戦じゃない、何回勝った何回負けたみたいなのあるもんね。そう、何勝何敗ってあるでしょ、うんうんうん、だからトーナメント、何勝すればほら今前頭8枚目だったら、じゃあ仮にね、うんうん、あの気に山が前頭8枚目です、はい、気に山、はい、何回勝てば上に行ける？もちろん全部勝てば優勝しちゃうから上にガンと上がるけど、最低でもってことですか？最低でも 7? 下がるよね。7勝8敗8敗だと7勝8敗だと8だね、まあ、そう8勝すると勝ち越しって言って、勝ち越しすればちょっと上に上がれるわけです。前頭8枚目から7枚目いったり2枚目いったりするのね、うん、その代わり8回以上負けちゃったら負け越しって言って下がっちゃう。あね、のれんに腕押しってのはこういうこと言うんですね。まあいいんですけど、下がっちゃった、下がっちゃう、ま、下がったところで勝負しなきゃいけない。そういうこと、そういうこと、横綱と当たれない。あ、そうな、そうなんだ。じゃあなんで横綱と当たったんですか？勝ったからじゃん。あ、そういうこと。横綱とは一応当たってはないですよね、今回ね、8枚目でね、当たってなかったはず。当たってないのに勝てるの？勝ってない。え、優勝できるの？優勝は優勝の例えば勝ち数が 数が多い人が勝ち。あ、そうなんだ。あ、そっか。じゃあ当たってはないんだ。当たってはない。大関とは当たりました、うん、あんまり下すぎると横綱と戦えない。へえ、なんか複雑にしてしまいましたね、難しいですね、僕の方がね、なかなか、うんうん、はいはい、でも分かった気がする。気がしますか、うんうん、まあ、これね多分ね、うん、あの番組2時間ぐらい必要になってきますので、この辺で終わりにしておくと相撲教室になっちゃう。ちょっとやめましょう。はい、まあ、朝乃山が優勝したということが今回の、はい、まあ、特別なことでございますね、うんうん、珍しいことでございます、はい、はい、では、はい、スポンサー先行っちゃいましょうかね、はい、はい、参りましょう。この番組は缶詰の数だけメニューがあるこだわりの日本酒と缶詰料理の店、東武東上線上福岡駅西口下車上福岡缶詰バルいろはの提供でお送りします。缶詰バルいろはでは番組の最後に言うキーワードをお伝えいただきますと、ご飲食代合計金額2000円以上のお客様に限り1000円割引させていただきます。はい、桜先生がいますからね、はい、最後まで見ていただかないと、ね、頑張る、ね、気分で言います、桜ちゃんが気分で言います、ね、さあではもう一曲、今日は歌があるんですね、はい、はい、じゃあやってみましょうか、頑張ってね、やってみましょうか、はい、やってみよう。以前これは僕とのライブの時に歌っていただいた、ね、はい、明日は晴れるかなという曲でございます、はい、まあ、それをちょっと演奏してみましょう、はい、はい、先生の曲なんだ。メッセージは？メッセージがどっからに入ってるの？ね、YouTube の方に、はい、まだね、来てないけど。YouTube の方来てない？あれ来てる？これ更新できてないのかな？あ、来てる。あれれ？おかしいな。あ、コメント欄消えちゃった。消えちゃった？はい。では、はい。これでやっと肩の荷が下りますね。終わったらね。はい、明日は晴れるかな。放課後のグランドで石ころを
蹴飛ばした明日は晴れるかな。友達と喧嘩してちょっぴり寂しくて明日は晴れるかな。書いてあって前頭筆頭って書いてある。そうですよあのねでもこれね筆頭っていうのは1枚目ってことだ。あーそういうことなんだ。浅野山 8枚目でしょ、8、7、6、5、4、3、2、1枚目は筆頭ってこと。筆頭、うん、一番強いってことね。そうです。前頭の中では一番上ってことですね、はい、あら信おじさん出遅れですね。パチパチパチ、ね、ありがとうございます。珍しくありがとうございます。でもね見ていただきました。なんでこっちってなんだ。ちょっとコメントが出てないところと出てるところがあるみたいですが、多分ね、こっちはね、治った。治った、はい、そう、はいね、ちょっと見れるところで頑張って、はいねうん、見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。はい、では参りましょうか。はい、はい、続いてのコーナー、はい、スペシャル先生のスペシャル授業。はい、大丈夫ですかみんな心ここにあらず。だってもうさくらちゃん終わったよ、はいはい、ねえもうちょっとこっち戻ってきて。はい、参りましょう。じゃあ本日のゲストをご紹介してくださいませ、はい、本日のゲストは、はい、これ見るんですか、はい、江戸だこ作りの名人、はい、羽佐光司さんです。はい、どうぞこちらに。何お土産え、ほんとですか。持ってきてください。ぜひ、うん、ぜひ。へぇー、かわいい。おぉ、江戸だこからの登場。映ってるかな。映ってる。どうぞ。ありがとうございます。後ろ姿しか映ってない。すごい。あ、ありがとうございます。これちょっと見せてあげてください。こういう感じ。あ、それは強いですよ。強い。そうです。ちゃんと風に乗ってる。上がってますか。ちょっと全然映ってない。みんな嘘嘘本当全然映ってない。あれ嘘しいな。もっと寄って全然映ってない。あ、今映った。ほら中に、中に。はいはい、はい、うん、はい、こんばんは。はい、お願いします。へぇタコ。ん、タコ、タコ、すごい可愛い。
プッシュ。はい。あのまあ江戸だこって知ってますか。江戸だこ。初めて聞きました。これは枝とかじゃないですか。え、違うんですか。創作だけ。なんだ。そっか。ね、これも作ったんですもんね。そうです。これはね、あのアウトドアじゃなくてインドア用に。ああ、こうやってできるように。インドア用に。そう、寝ながらこう部屋であげられるようにと思ってこれ。いいですね。寝てる時こうやってやるんですか。そうですね。おお、上手になってきたんじゃない。現代用ですね。こんな感じですか。一番受けるのは病院の入院患者さん。ああ、いいですね。何もやることないから、これを持ってね。うん、筋力トレーニングにもなりますね。いいですね。こうやって振るの。それちょっともうちょっとこの絡まってるの直した方がいいかもしれないよ。確かに。絡まってるよ。よいしょ、よいしょ。もう今、心にないから。はい。はい。そうですね。江戸だこ。うん。江戸だこですよ。さあ、とは2人、とは何ですか。お二人質問してください。江戸だことは何でしょうね。江戸だことは何ですか。え、普通のなんかこうちっちゃい頃とかに目にするタコとは違うんですか。どういうものを目にしてました。あ、同じ質問。なんか駄菓子屋さんとかで売ってる。ああ、それまあそこから入るでしょうね。ちっちゃい、はい。材料としては竹ですね。まず、うんうん、竹の枠ですか。枠が竹。まあそうですよね。骨組みと、骨組みが竹、うん、それとあと和紙。ああ、それに墨で絵を描いて、うんうん、染料で色をつけていくと。へえ。で、麻の糸を糸目をつけてあげると。うんうん、その絵を描くのもやられてるんですか。そうですね。へえ。そうなんだね。まあ、伝統ですからね、はい、伝統的な絵か描きませんけど今、伝統ちょっと今江戸だこを検索してるわけじゃないよね、はい、検索しております。あ、検索してますか。あ、すごい、こんな、あ、え、まあ、そういうのもありますけど、そういうのはあまりやらないですね。あ、そうなんですね。もっと簡単なやつですね。簡単なやつ、うん、でも結構色とりどりな感じですか。そうですね、武者絵でも、うん、あの、うん、武者絵とか。武者絵って何ですか。多分そう言うと思いました。わかんない。武者武士侍さん、侍さん、侍、うん、かぶったかぶって、うん、とかね、見たことあるんじゃない、うん、あ、それにもついてるよ。ここにこういう感じね。こういう、うん、あー、わかった。あと江戸文字っていう、あの、竜という字とかね、はい、うん、竜ってほらよくタコに、うん、あれが一番縁起がいいらしいんです、はいはい、あー、そうですか、うん、なんかそれってお祭りとかで使わタコあげるんですか。いやいや、そういう江戸タコ、あ、お祭りっていうのは、あの地方にいろいろ、はい、あのタコ揚げ の大会がありますからね、うん、その時にやりますけど、こういうのですね。こういう、そうですね。あー、すごい、うんうん、竜ってでっかく書いてあるんです、うんうん、でっかく書いてある、うんうん、結構サイズは大きいんですか。僕はね、小だこ、江戸小だこっていう、うんうん、あの30センチの45センチ、あ、じゃあ、A3 よりちょっと大きいくらいですかね、うん、子供の頃あげたぐらいのサイズかな。これよりもちょっと大きいぐらい。あ、大きいですね。うん、ね、そうなんですよ。もともとタコってそれこそ言ってなかったみたいですよね。あ、そうですね。イカだったみたいですよね。イカだったんですか。イカ、あの関西方面はイカですね。イカ、今もイカ。あ、地方ではあのスルメ、スルメ、天畑っていうのは仙台。なんでそんな変わっちゃうんですか、うん、いやいや、タコに地方食が出るでしょうね、うん、多分ね、まあ、イカにも見えますよね、まあ、これとかはイカの方が近い。そうですね、クラゲみたいだけどね。クラゲ、クラゲってどっちかというとエイじゃない。あ、エイか、あ、そうだ、エイだな、うん、仙台ではエイって言いますよね。あ、そうなんですか、うん、そうなんだ、知らなかった。八戸ではタコですけど。そうですね、うん、タコです、うん、いるまではタコです。タコですか、うん、羽生だとタコです、うん、まあ、でしょうね。でしょうね。でしょうね。うん、まあ、江戸だこは角だこですからね、うん、
四角の。あのまあイカ登りとかって言ったそうですよ。タコ揚げ、タコ揚げじゃなくてイカ登り。うんうんうん、でまあ関西の方でだから秀吉の文化なんでイカって言ったのに対して東京だと江戸だから対抗してイカじゃなくてタコって言おうかっていうふうに言ったかもしれないということですね。まだ定かではないんでしょうけどね。向こうがイカならこっちはタコだ、あの負けん気のね、お互いに負けん気が強いところ ね、意外と大阪の人とこっちの人西の人に対してこの東の方はやっぱり髪型と、争うというかね。まあほらと豊臣秀吉でしょ向こうは、こっちは徳川家康なわけだから、やっぱり対抗心があるわけですよ。太閤さんだしね向こう。太閤殿下ですしね。さ爽やかな笑いになったところで、これはでも難しいんですか、やっぱりこのこういうちっちゃいものでも。あ、ちっちゃい方が難しいですね。あ、そうなんですか。風がなくてもこれ煽れば上がったでしょ、はい、上がります。これ今スピードをこう、その速さが風と思えばいいんです。そうか風速何メートルと、そうですね、上がるもんね、すごい。これは今棒についてるからこれくらいか上がりませんけど、実際には30メートルぐらい上がります。腕が必要ですよ、その代わり。腕が必要なんですか、スキルが30メートル上げるのに。あ、そうなんですか。じゃあ紐をもっと長くして、そうですね。え、見てみたい、ね、これ差し上げますから、あのここにあの、本当はシルクの糸ね、絹糸でやると30番ぐらいの、あの糸でやると、あの腕が良ければ30メートルぐらい上がります、この紐のセンスがあれば30メートルいけますか。あるんですね、大変ですね、ちっちゃいだけに繊細かもしれないですよね。そうですね、ちっちゃい方が難しいんだ。1ミリずれるとね、A3 の1センチぐらいずれるかもわかんないですね。1ミリとか、倍率でいくとね、ミリ単位。これも、あの割合があるんでね、3分の1を計算して作るんです。これ、まあ、四角のものから引き出してるんですね。これ折り紙、折り紙から切り出した、それでそこの糸目の糸の位置を決めてこれカットするんですね。この位置も大事でしょうね。そうです、その位置が大事なんです。位置が大事。じゃあ素人は作れないですね。いや、そんなことは僕だって最初素人ですから。比率が分かればね、もうどんな形でも上がります。比率が分かれば。比率なんですか。ここが大事なんだ、知らなかった。そこが大事なんです。へー。はー、でもよく作ろうと思いましたね。暇だからね。結構あれなんですか、なんか全国各地こう。あ、そうですね、今ね、800人前後じゃないですかね、あの日本のタコの会っていう会員があって、そこの会員さんがもうね、僕が入った時は40歳ぐらいですから、もう30年近くになりますかね、その頃はもっとたくさんいたんですけどね、何千人と、今800人前後じゃないですかね、新しい人は入らないから。タコの会は何をするんですか。タコを作るんじゃないですか。タコ作ったり、タコで遊んだり、で、あの収集する方もね、コレクターというかね、やっぱり珍しいタコとかもあるわけですね。あとお酒が飲めるでしょ、タコ、ね、タコをつまみにそういう話をしながら、そうですね、だから車で行って、自分のタコ持って向こうのタコと交換してきて、向こうの一晩泊まってお酒飲んで、よく朝早く起きて、あの会場に行ってタコあげて、そのあのお昼前後に帰ってくると。飲んで。そうですね。800人ってでも結構思ったよりいますね。ねえ、昔何千人っていたんですけどね。あ、そうなんですか。減ってきてるんですか。そうす、あの新しい人入らないですよね。タコの会があるっていうことを。なんか金井先生、釣りでも釣れますか。釣りしてるみたいになっちゃう。これだけ待ってる感じで。なんか釣れるのかなと思って。僕はよく釣ってますよ、これ。
わかりました。釣り竿持ってるみたいな感じ。タコ釣りですね、本当にタコだから釣れるかな。でもなんでまたタコを作ろうと思ったんですか、そのきっかけは、うん、いや、いろんなことです。タコだけじゃなくてね、うん、後で紹介しますけど、うん、いろんなものにこう絵を描いたり、なんかまたちょっとご紹介できるものもお持ちなんですか、今日は。何かありますかね、何か。じゃあちょっと見せていただけると。いいですか、はい、いいですか。こちらこそ、いろいろと。あ、ほら、この綺麗なコメントを読みますね。はい、読みましょう。はい、あ、やくもさん、こんばんは。はい、こんばんは。愛媛は、うん、あ、もうダメだ、読めない。あ、私もちょっとこれなんて読む、い、伊賀崎、磯崎、うん、のタコ合戦が有名。磯崎でいいんですよね、50で。伊賀崎です。伊賀崎と思うんですか。四国ですよね。そうです、愛媛です。タコ合戦、50だと磯数の磯、タコ合戦があるんだ。磯六の磯ですけどね、伊賀、ね、ってもんですね。伊賀崎って、ね、タコ合戦ってあるんですか。あります。で、みんなでタコあげるんですか。そうですね。で、高くあげた人が、いや、これ合戦だから落とすんですね。落とすんですか。喧嘩するんですよ。喧嘩だこれ。つけて落とすんですか。そう。へえ。想像ができない。絡まっちゃいそう。うん。あ、絡まって落ちるみたいな感じですか。だから、まあ西の方に行くと長崎で、うん、ビードロっていうガラスの粉、ポコペン。うん。ポコペンじゃない。ポコペン。ガラスの粉を糸に、うん、もち米でつけて、はいはい、そのラインにね。上げてる、それで糸を釣って落とす。へぇー、はぁー。のぼうじさん、わだこの一つですねってことですけど、わだこの一つです。わだこ、わだこ、ど、いかざきですか。いや、その前、この江戸だこのことですかね、うん、江戸だこのことでしょうかね、うん、わだこってことなんですよね。あ、そうですね、はい、うん、ようだこもあるってことですか。もうようだこっていうと、カイトって言われますかね、ですね。三角の、僕らなんか、こういう形か。そう、うん、あ、四角いのが僕の時代は意外とカイトが流行ってね、ビニールの ね、うん、ですね、それをあげました。もう四角いのは目玉のついたやつ。四角いのってあんまり見ないよね。なかなかなかった。今四角はないでしょう、うん、四角ほど上がりにくいものを上げづらい。難しいんだ。三角というかこういう、あれは簡単ですもんね、うん、風に乗りやすい。フランクリンのタコっていうのはこういうダイヤ型で、これもダイヤ型でしょ、どっちかというと。さあさあ、いろいろ持っていただき、今日はいただきましたけど、え、なになになに、かわいい。あ、5月だから。あ、かわいい。もう5月だからもうこれはやらないんですけど、一応今日ね、これは鯉のぼり。え、これ何作られた、うん、触っても大丈夫ですか。いや、ダメです。え、どうぞどうぞ、好きなように。え、すごい。え、発泡スチロールかな。発泡スチロール、プニプニしてる。これ何かのリサイクル、そうですね。うん、お化けよ。すごい。鯉のぼりですよ、鯉のぼり。かわいい。この3本のね、鯉のぼり。紙が。見えます?あ、見えてる。はい。あら、すごい。今こんなものを使ってる。あ、そうですね。かな?これ何?そうですね。これも。みんな同じ材料で作ってるんですね。そうですね。これ、僕バージョンです。あ、ハザさん。あ、ウイスキー。こっちはハザさん。あ、これね、1日にね、2ミリずつね、赤くなってくんです。細かい、すごい。ウイスキーの。めっちゃ赤くなってる。そうですね、トリスのおじさんです。そう、トリスのおじさん。かわいい。これは何なんですか、ね、この材質は。それのクッション。クッション、パッキンのね。はいはい、はい。うん、すごい。まずなんかこの絵のセンスがないとできない仕事ですよね。絵心ですか。私ないからもう絶対できない。下心は私は下心で描いてる。もう一つね、すごいの、すごい。これなんだと思う。これ何。これクイズです。これコルコ、これも作られた。これなんだと思いますか。ネジ、見てみてください。ネジ、これ、はい、なんだと思いますか。キーホルダー。キーホルダー、まあ、でも当たりだね。え、合ってますか。合ってますね。どうする。あ、キーホルダー、ストラップ、なだけ。え、なだけだけ。2つあるとヌンチャク。いや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 、なんでしょう。なんだろう。え、2つあることに意味がありますか。いや、1個で。誰か分かりますか。1個で完結しますか。
あ、1個で遊ぶんですね。遊ぶの？遊ぶ。何でしょう？私は知ってます。あ、分かった。コマ、コマ、回してみて。え、違う。さあ、困った。コマじゃないよね。え、でもこれさ、これがついてるってことは、でもこっちついてないんだもん。そうだね。ここにも下げられるんですよ。だいぶ重いけど。誰か分かる方いますか？え、分かります？分かるかな。なんかね、ネジが刺さってる。刺さってる。木にネジが刺さってる。なんか丸い、先端が丸くって、なんだろう。音が聞こえるとか。あら？嘘？本当に？だいぶ近づいて。近づいてきた。え、違う？え、近いの？え、近づいてきた。聞こえないよ。やり方が違う。え、やり、こう。うん？じゃあちょっと貸してください。正解を演奏してもらいましょう。あ、じゃあ。そっち、はい。どういうこと？どういうこと？すごい。これがね、シジュウカラの声ですね。鳥の声。バードコール。これバードコール。で、これがね、これが、ちょっと待って、バードコール。待って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 。おろおろおろ、鳥が来た。鳥と会話ができるんだ。これがコールです。すごい。森に行くところに答えるみたいで。すごい。これをやると。鳥が答えてくれるんですか？泣いてくる。巻き返すんでコール。すごい。バードコール。これハズワさんの発明ですか？いやいや。あの、こういうものがまあそれは近いというね。ここに作ったのは。いや、そうです。これ何？オトマタ？ってな、オトマタってなんだろう。音叉。音叉。うん。ああ、音叉ね。音叉ってほら。ピンってやるやつね。あ、ピンって。ああ、そうか。違うみたい。オトマタじゃないですよ。読めない。すごい。すごい。作って。確かに。ほら、ね、だからイントネーションでいろいろ変える。鳥の種類によって。それによって寄ってくる鳥が。こちらも紹介しましょうか。はい、そうしましょう。これが今のバードコール。これが、こっち？こっちがカエルコール。カエル？カエル？カエルコール。これはね。これ、え？こっちも鶏コール。かわいいんだけど。あ、これはね、ちょっとね、水が必要なんです。あ、水が必要なんだ。ちょっとそれもらって。目がついてる、目が。いや、なんか器かなんかありますから。器が必要なのか。え、カエル？うん。え、なんか可愛い、目ついてる。そうそう、目がついてるからね。目の付けどころが違う。可愛いんだけど。え、どう？わかった。わかんないや。じゃあ水をください。水を入れていいんですか？え、どのくらい入れます？そんなもんでいいですか？こんなもんでいいですか？ごくっと飲んだりしてただ水あげただけになっちゃった。ちょっと待ってね。はい、これでね、それはニワトリの こっちはね、カエル。カエルね、カエルはね、こうやって鳴くんです。すごい。もうちょっとこう高い位置で見 見えるところ。はい、これっちですか？うん、すごい。これはアマガエルです。アマガエル。ただの紐じゃないんですか？それは特殊な紐なんですか？ただじゃ買えません。違います、普通の。はい、これはね、梱包屋さんに行くと。梱包屋さんに行くと、うん、これもごめんなさい、見せてください。これはコーヒーのミルクの、うん、あー、でもポーションのね。で、ここに紐が。これはハザさんの発明ですか？あ、そうですね。すごい。これは正真正銘。こっちは紙コップに高い位置で。はい。本当だ。おお。上、もうちょっと上にやる。すごいすごい。いや。うんうん。え、すごい。どうぞやってみてください。すごい。すごい。これをちょっとつけて、ね、水つけなきゃいけないですね、あ、こっちも水つけなきゃいけない。そうそう、摩擦係数を出すためにここに水というものが必要なんですね。おー、カエルだ。カエルが滑りやすいよ。カエルだ。お、できた。カエルの歌が。なんでそのリアクションしにくい人なわけ。なんすかそれは。なんすかそれ。はい、まあこういうようなね、面白いこともやってらっしゃるという、楽
ことでございますが、あの各地でこう、こういうのを教えたりもしてらっしゃるんですよね。そうですね、今、子供たち主に、ね、作業でやってます。タコを作るのを指導し、ご指導したり、こういうのを作るのを指導なさったりとかしてるということでございます。これは何ですか、最後に。ちなみにじゃあこれピンと貼ってみてください、上下に。上下に、ええ、ちょっと緩めて、意味が分かりました。分かりました。途中で止まる。ピンってしてると落ちないんだけど、緩めると落ちる。へ、途中で止めて、パッ。へすごい。あ、面白い。面白い。うん、面白い。へいやいや。すごいですね。すごい。何でもこの発想力っていうのが、うん、すごい、ね、思いつかない。すごいですね、うん、あ、エコなおもちゃ面白い ね, ねですね。リアルです。目をつむると本物みたい。目をつむると本物みたい。ねすごい。 あ, そうです、ありがたくですね、うん、見てる方からそういうご意見がいただきました、うん、はい、まあいろいろやってらっしゃるんで、うん、何かで調べると出てくるんでしょうかね。行きたいなっていう方、興味ある方は。あ、そうですね、あの、あまりそういうね、うん、SNS をやられないんです。そうですよ、ね、最新やったの使いこなせたら結構びっくりしちゃう。でも SNS 使いこなせたらなんかその、うん、タコのその、ね、会にいっぱい人来るかもしれないですよね。そう、本当はね、ちょっとね、その競争とか見てみたい、ね、見てみたい、ね、うん、なんかその情報欲しいよ ね, ね、うん、あ、それはね、年間のっていうか半年ずつは出してるんですけどね、うん、あ、そうなんですね。もっと必要であれば資料は、うん、あのあれですけど、まあ、何かね、お電話すれば、うん、私たちのところとかね、はい、そうですね、ここに窓をしてくれたらね、行けたらいいかな、はい、なんていうふうに思ってますね。はい、はい、今日は貴重な、それこそ面白いね、うん、たまにこれかわいいね、今までないですもんね、こういう、ね、作ったるものっていうご紹介できたっていうのはすごく良かったかな、うんうん、なんていうふうに思っております。はい、はい、ありがとうございました。本日のゲストは、はい、羽佐三辻さんです。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。すごい、おもちゃであふれ返る。あふれ返る、すごい。さて、いよいよね、そうですね。さあ、いよいよです。そうですね、もう時間が。放課後です。はい、放課後。今日はでも、残念な、一つ残念なお知らせです。そうなんです。あの赤い、赤いカズヤくんが。赤いカズヤくんって。マジシャンカズヤって言ったマジシャンカズヤくんが。ちょっとね、今日は、ね。欠席ということで、学校欠席してしまいました。学校欠席ということで、ずる休みかな、ずる休みかな、ねえ欠席してしまいました、はい、ということで、はい、コーナーを変えます。はい、今までは放課後マジック部だったのを、今日は参りましょう。タイトルコール、キニーの放課後チャレンジ。はい、はい今タイトル決まったからすごいよ ね, ねなんだけど、ちょっと放課後チャレンジ、放課後チャレンジ、まあいい、放課後ピアノチャレンジ、そうしましょう、ね、まあ、でも放課後ピアノチャレンジ、うん、ということでございまして、はい、今日は、今日は初ですよね、ソロはね。そうかも、ピアノソロは、伴奏は今までありますけど、独奏、そうそうなんです、準備ですね。今日は参りたいと思いますが、さあ、これも初ということは初だし、うん、曲自体もそう、本邦初公開、初演です。初演、初演です ね, ね、これは、タイトルが何でしたっけ、キニー先生。菜の花と海猫と船の見える景色。菜の花と海猫と船の見える景色、はい、これは僕の作曲でございますね。青森県は八戸市の蕪島っていう、うん、地方がありまして、うんうん、あの菜の花と海猫がものすごいいっぱい、うんうん、蕪島って弾くと、ネットで弾くと出てくるんですよ。あの、金星集中し、あ、金星探せ、集中してタコで遊んでないで、今僕が話してるから集中して、それで遊ぼう、汚れちゃうかなと思って、あ、そう、うん、その話聞いてくださいね。あ、はい、はい、すいませんね、それで、はい、どこまで話したっけ、その蕪島っていう、うんうん、ところがありまして、そこの風景や景色をちょっと曲にしてみました。八戸の方が見ると本当に、わあ、ここだ、もう、うん、そこの、わかる、絶対わかる、そのパワースポットっていうか、そういうところなんですよね。パワースポット、もう八戸の人たちにとってもこのソウルな場所であって、で、もちろんサザエさんにも出てきますよ、オープニング。
いろんなその景色が出るじゃないですか。あの厳島神社とかその中で株島、誘導してる時、そう、株島っていうのが、うん、オープニングの時に出てくるぐらい有名なところで、海猫と船と、春になるとその菜の花が黄色いのが一面に咲き乱れる中に海猫で、うん、海猫はものすごいいるから傘をさしてそこに観光に行かなくちゃ、糞が、菜の花の香りと糞の匂いですごいんだから春はものすごいと、そのイメージつけていいんだよ、そんなこと、本当だよね、いい曲なのに、八重の人が聞くとあるあるな、うん、ところでございますが、なんか、ね、いい感じなのに、ね、そう、それでその独奏曲を、はい、キニー先生が、はい、今日初公開でもうひたすら2ヶ月練習の上、春が過ぎるからもうそろそろ演奏しなきゃいけないというご存知だと思いますけど、プロでも何でもないので、うん、頑張って弾きます。しかもね、ちょっと悲しいことにあれなんですよね、お家には、うん、オラのうちにはピアノがねえですもんね、ピアノが、ね、キーボードしかなかったんですよね、キーボード60件のね、うん、それで一生懸命練習して、ね、鍵盤が足りなかった、わざわざピアノがあるところに行って、そうそうそう、スタジオに行って練習までしたという、もういいから早く、ね、持ち上げなくていいですか、はい、ではタイトルが、はい、菜の花と自分の作曲菜の花と海猫と船の見える景色です。ちょっと想像して聞いていただければ、はいね、ではお願いします。Thank you.
くできました。よくできました。すごい。あー緊張した。やっと解放。やっとここに戻ってきたね。よかった。いやよかったよかった。綺麗な曲。でもあれですね。さっきちょっとこう指摘したところパッと直ってよかったですね。あのペダルパッと外すとかね。なかなか細かいところ。ちょっとね、うん、先生に、ね、指導してもらってね、うん。よくできました。メッセージが、はい、ありがとうございま す, いますね、よかったね。みんな心が広いから全然初心者に思えないの。ありがとうございます。初心者ではないかもしれない。よくできました、はい、うん、素晴らしい。経験者です。そう、うん、素敵な曲なのでね、ぜひ弾きたい方は楽譜とか、ね、ダウンロードダウンロードできるようになります。これから僕のホームページから、うん、行っていただけると発売しますのでね、はい、ぜひそう気持ちよく緊張さえしなければすごい弾いてて気持ちいい曲なんです、うん、はい、ね、八戸の曲って春夏秋冬とある中の春なんですこれは、うん、はい、そう、うん、今度は夏を桐先生にまた弾いてもらいます、ね、うん、もうすぐ来る。もうすぐじゃんね。すぐ来るよ。夏って言われちゃうね。次秋、冬まであるから、ね、あ、はい、あ、そろそろ、そうですね、なんだスポンサー、はい、じゃあ先に読みます。はい、この番組は缶詰の数だけメニューがあるこだわりの日本酒と缶詰料理の店、東武東上線上福岡駅西口下車上福岡缶詰バルいろはの提供でお送りしました。そして缶詰バルいろはでは、キーワードをお伝えいただきますとご飲食代合計金額2000円以上のお客様に限り1000円割引させていただきます。さあキーワードは何でしょうか。はい、キーワードの発表ですね。キーワードです、さくらさんから、はい、ではキーワード発表のコーナー、はい、何でしょう。タコ。おお、タコ、タコいいの、そんな簡単で、はい、タコ、江戸タコ、そう、江戸タコ、江戸タコにします、はい、タコじゃなくて江戸タコね、はい、江戸タコって言ったら1000円割引で、はい、はい、わかりました。今日は素直なキーワードでした。ねー、ひねりがなしですね、何もね。はい、よかった、よかった、クレーム来ないね。クレームなかった、よかったね。みんな今日は大変だったね。いや、それぞれやりきりましたね、うん、ね、いろいろそれぞれに課題を持って頑張った回だったではないでしょうか、はい、ね、また来月、あ、来月は和也くんもね戻ってきますもんね、うん、すいませんでしたね今日はね、和也くんファンの方もね楽しみにしてたかもしれませんけれども、また来月です。また楽しみに、また、うん、はい、いろいろ企画考えて盛り上がっていきたいと思います。したいと思います、ね、では、はい、また来月お会いしましょう、この時間で。それではさようなら。さようなら。